園高校3年なぎなた部主将の玉名葉月です。同じく副部長のケルマイキネです。中学校の時に西原東中学校っていうなぎなたが有名なところがあって、自分も入ってみたいなと思ってなぎなた部に入部しました。小学校の時になぎなたが強い友達がいて、その子に憧れて入りました。全国大会の時に決勝で敗れてしまったことが悔しかったです。範囲は演技のつながりができてなくて、その呼吸が合ってないっていうのを指摘されました。その後に特訓でそこを直しました。最後の国体で演技競技で優勝することができたことです。最初は分からなかったんですけど、退場した時に後ろから応援してる人たちの喜びの声が聞こえたので分かりました。退場して会場から出た後に先輩方とか先生とかと泣きました。顧問の先生に2人が組むように言われたんですけど、最初から組むって思って運命を感じてました。本当ですか？はい、そうですか、感じてましたか？辛いこともたくさんあると思うんですけど、全国大会とかこの国体とか大きな舞台で勝つチャンスがあるので、諦めないで頑張ってほしいです。頑張ってね。おばさるな。眩しい人々が歩いた。浦添高校2年空手道部部長の荒垣夏樹です。同じく浦添高校空手道部の与野原役です。私が中学の時に顧問の宮城俊也先生に声をかけていただき、そして練習に参加して練習の雰囲気の明るさに憧れて入学を決めました。宮城俊也先生率いる浦添高校の空手道部の練習風景に憧れて受験し入部しました。県新人大会でまずは優勝し、九州も勝ち上がり、全国選抜で結果を残し、全国総体で優勝することが目標です。石垣島である天津人の大会でまずは優勝を目指し、九州大会で上位に優勝できるように、団体方でも上に行けるようにしたいです。個人で全国に出場するのもあるんですけど、自分的には団体でも出場したいと思っています。
そしてみんなで全国に行き、全国の雰囲気を楽しみながら結果を残したいと思います。最終的な結果は目標はどこですか？インターハイで団体組手で優勝することです。国際高校国際科2年映画研究部部長のリカールであゆみです。那覇国際高校普通科2年の映画研究部副部長の日ヶ崎です。本当にもう小さい時から映画に興味があって、それで友達に誘われた時に面白そうだなと思ってこの部活に入部しました。鑑賞会をやっていて、そこで先輩たちを見てすごく面白そうな人たちだなと思ったので入りました。やっぱり雨のシーンでした。学校からホースとか借りて、体育館にある照明機材とかも借りて学校舎に入れて持ってって、そこで夜のシーンだったのでちょっと見えにくいのもあったりとかして、すごい苦労して撮りました。特にどういったことが大変でしたか？
ぱり近所迷惑とかを気にしながらやったのがすごい大変でした。第60回 NHK 杯全国高校放送コンテストという大会でテレビドラマ部門で3位を取ったことがやっぱり一番嬉しかったです。最初はもう本当に賞に入れるってことがまだ信じられなくて本当にずっと泣いてました。その直前まで眠ろうとしてた。あ、そうですもう関係ないなと思ってこの発表がそしたらまさかあの NHK ホールのあのスクリーンに自分たちの高校の名前が載るって本当に思わなかったので本当に嬉しかったです。今からまた入ってくる子たちにもこの映画の楽しさっていうのを教えてあげたいのと、やっぱりこの全国の舞台に立ってこんな賞をいただけるってことが本当にありがたいんだなっていうことをやっぱりみんなにも、うん、分かってほしいです。映画研究部ってすごい沖縄にも少なくてちょっと小規模になりがちなので、もっと沖縄全体で映画が活発になっていくといいなと思ってます。赤いよ、赤いよ、なんか生徒みたいな。ありがとうございます。シーン1、テイク3、4、はい、英検部はい、オン。出たの？ちょっと出たの？イエーイ。あの、写真からいいかな。名護商工学校等学校3年1組生産システム科の山翔飛です。はい、同じく3年中曽根純です。同じく3年崎原京香です。2年の奥羽太一です。授業で取り組んだロボット制作で沖縄県高等学校ロボット競技大会アイデアロボット部門で優勝したことです。ロボットの名前は何ですか？ヤンバルロボ倍返しだ。全国のロボットはなんかみんな戦車のキャタピラみたいなロボットいっぱいいて、はしごがーって登ってすぐ降りていくんで速いなーと思いました。レベルの高さは感じました？そうですね、考え方とかも、あ、こんな考え方あったんだなっていうのがいっぱいありました。タイプの障害を乗り越えるのを作るのに苦労しました。何度も失敗しました。それができた時はどうでしたか？もう何何もういやいやいや、他の学校とは違って、ちょっと PLC というものを使って機械的な仕組みを利用して障害を乗り越えることができました。思いのほかうまくできて、整備もやりやすかったので良かったと思います。はい、あのちょっと本番では失敗してしまったんですが、はい、よくできたと思います。
ロボットの整備自分でできれば大概大丈夫だと思うんで、整備はちゃんとできるようにしたいです。ウィーズ3、2、1、ウィーズ。お腹すいたい、バイバイ。として取り上げました。後で流すので見てください。マイヒーロープロジェクトは自分たちのお手本になる人のビデオ。みんなで自分たちのお手本になる人のビデオ。みんなで自分たちのお手本になる人のビデオ。Is that into my hero project? Yeah, okay, so I'm doing it through my hero project.沖縄小学高等学校普通科2年アイアン部部長の宮城かのんです。同じく2年アイアン副部長金城かれんです。中学部3年アイアン部部長の大島です。カノンです。カレンです。アレンです。イエーイ。ボランティアと国際交流をどっちもしてみたいと思ったのでアイアン部に入りました。自分はもっと英語に触れたいと思いこの部活に入りました。私は消極的な人間だったのでもっと積極的に行動を起こしたいなと思ってこの部活に入りました。世界大会での発表や多くの人とたくさん交流できたことが一番印象に残っています。部活をなどで部活のことを伝えるプレゼンがあって、私は消極的な人間だったので知らない人の前で話す、ましてや大勢の前で話すということが全くなかったんですけど、私の話をなんか目を見てうなずきながら聞いてくれてる人がいて、それではなんかこのやりがいを感じてプレゼンとかそういう人前に出ることにあまり恐怖を感じなくなりました。被災地に行って被災者の方からお話を聞いて、被災者の方は家族や身内などが亡くなったにもかかわらず私たちに現状のことを詳しく教えてくださいました。そんな被災地の方から私たちは勇気をもらいました。まずは校内からでもいいのでもっともっと多くの人にアイアンがしている活動を知ってもらって、またアイアンでも
もっと世界大会だけではなく多くの国際交流をしていきたいと思っています。いいよアイアンオークション、おーえぇーイトマン高校3年水泳部部長バタフライの内山和樹です。イトマン高校3年水泳部平泳ぎの石木隆二です。イトマン高校3年水泳部背泳ぎの石木隆太です。はい、イトマン高校水泳部自由形の船越和夫です。ついでに匂いフェチです。自分は、幼い頃から体がちょっと弱くて回ったんですけど楽しかったので、水泳を始めました。自分たちは小さい頃に喘息気味で医者に勧められて水泳を始めました。小さい頃たたきで溺れて親に水泳を勧められて入れられました。なこしです。後輩たちに泳ぎを指導し自分の泳ぎを見つめ直し記録を向上させたことが嬉しかったですね。平成に入って総合では半日高校が団体優勝をしているので、糸満高校男子水泳部が那覇西高校を破ることを望んでます。頑張れよ。高校入る前私は自衛官になりたかったんですけど、ある体育の先生と出会いまして、自分は将来体育の先生になりたいと思うので、大学では教育学部保健体育専攻として大学に行き現場に立ちたいと思ってます。自分は大学を出て大学の水泳部のコーチとして世界レベルの選手を育てていきたいです。自分は教員になり部活動として水泳部を見て自分らを超えるような選手を作りたいです。私は高校の体育教師となり、定年後はエンターテイナーを目指して頑張りたいと思います。あのジャグリングやバルーンのアートやいろいろなことをやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。 IHST イエーイ。
近づく心